皆さんこんにちは、バンダイバンダイスピリッツ人事部の勝野です。今日はですね、バンダイバンダイスピリッツの本社に潜入していきたいと思います。ただいまの時刻はですね、9時ぴったりなんですけれども、早速ですがバンダイスピリッツの方から潜入していきましょう。では行ってきます。はい、やってきました。三田にあるバンダイスピリッツの本社です。こちらはですね、7階の会議室の方に来ております。早速ですが潜入したいと思います。いろんな事業部の新しい商品がですね、ずらーっと並んでいたりとか、あとエントランスぜひ注目してもらいたいんですけれども、かっこよくないですか。ちょっと基地をイメージしたようなね、プロジェクションマッピングになっています。はい、でこちらはフリースペースになっていて、各部が打ち合わせをしたりとかですね、お一人で作業するようなスペースなんかもあったりしています。はい、本日はですね、プラモデルを扱う事業部が、アメリカと、テレビ会議をしているということで、早速ですが潜入したいなというふうに思います。ちょっとドキドキしますが、失礼します。お疲れ様です。すいません、いきなりの突撃で、ありがとうございます。すいません、今はどんな打ち合わせをどなたとされてたんですか。あ、ピースもしてくださってありがとうございます。すごいいいリアクションもですね、撮っていただいてるんですけれども、どうですか、今何を打ち合わせされてたんですか。ちょっと声聞こえてましたけれども、今そうですね、バンダイアメリカ、要はアメリカの支社と今年の夏に行われたオンラインのガンダムオンラインエキスポというもののレビューについてちょっとお話をさせていただいております。基本的には打ち合わせは英語すべて、基本英語ですね。まあご覧の通りアメリカの方々が、ちょっと実際に話してみてください。感想聞いてみてもらっていいですか。わかりました。はい、so, David, can I ask you a question about the... So, like we just talked about, so can you hear me? What you thought about the reviews of the Gundam Online Expo? 木村さんにもちょっとインタビューしてみたいんですけれども、木村さんも帰国子女ですか。帰国子女じゃないです。大学で1年間だけ。留学に行って、はい、希望が叶って、ね、この事業部に、はい、どうですか雰囲気、上司だったりとか、先輩はどうですか、どんな印象というか。皆さんすごい個性的で面白いです個性的って言われてますけど今後どういう可能性を感じてるとかっていうのはあったりしますか、海外に向けて。我々プラモデルを扱う部署ではあるんですけど、プラモデルの国内と海外の売り上げが今約半分半分ぐらいで、年々海外の売り上げが伸びてると。全世界において、もっと我々のプラモデルを楽しんでもらえるように、やっていきたいという思いがあります。はい、ありがとうございます。ご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you! バイ。はい、続いてはですね、クレーンゲームの景品などを取り扱う事業部にやってまいりました。結構フロアがすごく広くてですね、いろんな商材で溢れているような感じなんですけれども、早速ですが、いろんな方にインタビューしていきたいと思います。今コピー取ってる方がいるので、ちょっとお声掛けしてみたいと思います。すいません、お仕事中いいですか。はい、はい、事業部の雰囲気とか。雰囲気ですか。一応自分の印象としては、誰にでも相談しやすい、すごく風通しの良い雰囲気かなと、それはもう1年目の時から感じてました。そうですね。 ありがとうございます。すいません、お仕事中お邪魔しました。ありがとうございます。はい、ではですね、何やらちょっと打ち合わせしてるようですので、お邪魔したいと思います。すいません、ちょっとなんか盛り上がってるところ、はい、失礼します、はい、何を今されてたんですか。ですね、僕が担当するアイテムの、商品、実際の商品を、見てもらっていましたね。はい、ありがとうございます。1年目からどんなお仕事されたか簡単に教えてもらってもいいですか。はい、僕としては、このプライズ事業部っていうのが今年から1年目になりまして、はいはい、以前まではプライズグローバルという海外の、部署に所属してました。2年目ということですけれども、一番最初に商品化したの覚えてますかって教えてもらっていいですか。去年発売したアイマスのカンパニー。じゃあもう1年目のうちから市場に出回ってお客さんの目に触れてみたいな、はい、若手はちなみに仲いいですか。仲いいです。即答で、一番後輩から即答でいただきましたけど、ありがとうございます。すいません、打ち合わせ中、はい、お邪魔しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてはですね、ちょっとお席でお仕事してる方にインタビューしたいと思います。村田さん、いいですか、お話聞いてみても。あ、私でいいですか。はい、ありがとうございます。なんか今サンプルのチェックなどされたんですかね。これは、はい、ぬいぐるみの図面を見ながら、はい、ぬいぐるみの生地を何色にしようかなっていうのをファントガイドから選んでました。1年間でどれぐらいの商品か、こう点数みたいのがあったりとか、担当してるとかってあったりします。私だとだいたい年間で40から50なんですけど、多い人だともう100近くやってる人とかも今すごいです。1年間に100点。でも本当にいつこうゲームセンターとかに行っても自分の商品が並べられてるぐらいの、
感じですかね。そうですね、うんうん、私だったらだいたい1商品は月必ず並んでる。はい、では、お仕事中お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてはですね、浅草にある万内の本社にやってまいりました。先ほどの万内スピリッツとはまたちょっと打って変わってですね、雰囲気が違うんじゃないかなというふうに思います。こちらにはですね、過去の商品だったりとかが、まあ、一覧で、見れるような商材が、こういうふうにタッチパネルでですね、こう調べることができるようになっております。はい、こちらにはですね、仮面ライダーの歴代の変身ベルトがずらーっと並べられております。皆さんもですね、懐かしいと思う変身ベルトあるんじゃないかなと思いますが、いかがですかね。1階エントランスでは各部の現在展開している商品が展示されていたり、お子さんなどが通常遊べるようなスペースなども設けております。はい、ではバンダイの各事業部の方にも潜入したいと思います。まずはですね、6階のこちらの事業部にお伺いしてきます。はい、6階に降りてまいりました。ここはですね、食玩や食品など取り扱うキャンディー事業部です。早速ですが中に入ってみたいと思います。あ、すごい、なんかいろんな商材にあふれてますけれども、なんか何やらあそこで打ち合わせをしているようですので、なんかめちゃくちゃ楽しそうな雰囲気がありますけれども、ちょっといろいろとお話をお伺いしてみたいと思います。美味しい、美味しい、これ食べてみて。あ、皆さんこんにちは。うわ、何ですか。こんにちは。なんかお菓子食べてますけど、仕事中じゃないんですか。いや、全然仕事ですよ、これ。仕事ですか。どんな仕事を今されてたんですか。はい、今、新商品の企画を考えていて、はい、でそれで皆さんに試食をしていただいてます。はいはい、普段から結構こういう風に打ち合わせをするみたいなことも多いんですか。そうですね。周りの子に初め聞いてみて、確認をして、で企画によしって自信を持ってから、なんか企画を進めていく感じなので、いろんな意見を聞くことは多いですね。小川くんと千葉ちゃんが今年入ったばかりの新入社員ということで、はい、実際こう一緒に働かれてみていかがですか。今年の新入社員の印象は。真面目でめちゃめちゃガッツあってすごいいいやつです。あ、いやいやお墨付きいただきましたガッツがよかったですね。どうですか、逆に指導係の先輩はどうですか。いや、もうあのガッツは先輩譲りのガッツなんで、はい、今後も頑張っていきたいなんかこう新入社員として感じる部分とか、キャンディー事業部の特徴とか社風みたいなって感じとかありますか。なんだろう、でもすごい優しくて明るい先輩がすごく多くて、うん、入ったばっかりの時からなんかすごい安心して毎日働いてます。確かに先ほどからずっと笑いが笑というか、めちゃくちゃこう和気あいあいとした雰囲気だなというふうに思いますけれども、同期同士の関係性はどうですか。もう本当に定期的に会って、うん、あの話をして仲良くてっていうところが、同期の絆は強いかなって、うん、ここも仲がいいですか。仲良しです。くっつくっと大丈夫ですか、その中は。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらは様々なおもちゃの企画開発を行っている部署です。社外情報もたくさんありますので、カメラさん気をつけてくださいね。では早速行ってみましょう。あ、清水さん久しぶりです。あ、お久しぶりです。お疲れ様。今何の仕事してたの。今はプリキュアのツイッターの画像の編集をしてました、うんうん。なんかどんな商品を開発してるか紹介してもらってもいいですか。はい、うん、番組に出るようなこういった武器とか、うんうん、編集アイテムの企画から開発をしてます、うんうん。期間としてはどれぐらい一つの商品を作るのにかかってるんですか。8ヶ月ぐらいはかかってます、実際にあのアニメがこう武器で流れて、で子供が見てあのおもちゃ売り場であの実際に買ってくれたりとか、親に買ってほしいって懇願してる姿を見るとすごく嬉しく思います。あ、それがこうやりがいにもつながってくるみたいな、はい、ありがとうございます。ごめんね、忙しいところありがとうございました。はい、ちょっと打ち合わせをしているようですので、すいません、ちょっとかぶってかぶってなんか慌ただしい感じになってますけれども、あ、今映しちゃいけないものが入ってますか。そうそうそう、大丈夫ですか。いい開発中のやつね。あ、そうなんですね。子供向けの、こう今期来期、はい、こう展開する仮面ライダーの企画もされていると思うんですが、はい、その中でこう大事にしていることとかこだわっていることとかってあったりしますか。やっぱり一番は子供たちがどうしたら驚くかなということと、あの、まあ、新しいことと大事にすることのバランスっていうか、まあ、仮面ライダーだとやっぱり変身してそのヒーローになりきりたいっていうことが一番憧れなんで、それがどうしたら最大限面白くなるかっていうことを大事にしつつ、でもあの毎年同じことを繰り返してもあのつまらないので、まあ、そこをまあ時代性とかトレンド、世の中のトレンドとか
あの今の子供が何をしているかっていうのも含めてバランス感ですよね。こう自分でこだわってこう設計し作ったみたいなところとかってあったりするんですか？そうですね、やっぱり気をつけてますとか当時から遊んでたものに対して、うん、もっとこうなったらいいなみたいなところとかを、うんうん、まあ、今回その大人向けっていうところで自分が子供の頃にああしたいこうしたいっていったところを、まあ、設計に反映させたりみたいなところは考えてやってます。ここでも多分何個か年も10個ぐらい、もっと違うじゃん、何歳だっけ？27でしょ。13違う。池に関してはめちゃくちゃ言いやすいです、ね。うん、あ、本当ですか？はい、本当になんか一緒になって考えて作ってるっていう感じがして、まあ、企画設計関わらず設計からも全然言いたいことというかデザインにもっとこうした方がいいんじゃないかみたいなことは言えますし、まあ、それが商品に反映されて実際に世の中に出回るっていうのはものすごいやりがい感じます。遠慮しない方が若い人は多いんじゃないですか、うちの部とかは。素晴らしいですね、ありがとうございました。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様。あ、もうまだ16時半ですけど。そうなの、今日家族サービスデーで早めに帰ろうと思ってて。そうなんですね、はい、フレックス使って。あ、そう、フレックスで早めに。そうなんですね、いいですね、はい、2歳になる息子、うんうん、そろそろちょっと保育園迎えに行って、うんうん、今日は夕方たくさん遊ぼうかなと思って。あ、フレックスとかも取りやすいですか、授業的に？うん、なんか結構早めに帰ったりとか、うんうんうん、で頑張る日は頑張ったりとかで調整してるよ、うんうんうん、すいません、帰り際に止めてしまって。いえいえ、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、夢を作る、叶える、楽しいことを考える現場は社員自身もワクワクしながら楽しみながら働いているというのがとても印象的でしたね。はい、そろそろ定時になりました。皆さん、番内番内スピリッツ社内潜入はいかがでしたでしょうか？働くイメージは湧きましたか？皆さんも来年再来年もしかしたら一緒にここで働いているかもしれませんね。バンダイバンダイスピリッツの社員は見ていただいた通りですね、かなり個性豊かな社員一同となっております。はい、社員一同皆さんと一緒に夢を叶える、作る、そんな仲間になってくれることを楽しみにお待ちしております。また皆さんお会いしましょう。待ってるよー。